どうも皆様こんにちはグリードです。今日は動画本編に行く前にこちらご紹介したいと思います。アストロ A40 コールオブデューティー e a g u e Edition。Call of d ー t っていうのは COD の世界大会のプロリーグのことを言います。こちらの A40 はそのプロリーグの特別モデルになります。このようにね、ヘッドセットのサイドの部分にこのコールオブデューティー e a のね、ロゴが入ってて、あとこの頭のトップの部分にもコールオブデュティ y のロゴがこういう風に 入っています僕はね、何よりこの黒と白のシンプルな、えー、デザインっていうのがね、すごく気に入ってます。アストロさんのこの A40 シリーズではこの黒白っていうのはね、初めてじゃないですかね。今まではこう赤、モッドキットで赤とか青とか。で、通常モデルはなんか結構黒っぽかったかな。まあそういうのがあったんですけど、今回このね、ところどころにこう白が、白色がね、 混じじってる感じすごくね、かっこいいですね。そしてその、Call of Duty League のこの黒白のロゴともすごくマッチしてます。このアストロゲーミングさんと Call of Duty の e スポーツシーンっていうのね、すごくね、歴史が実は長くて、 僕がね、ちょっと記憶してる中では、モダンオフェア3ですね。2011年ぐらいから、えー、海外のプロ選手が世界大会でこのアストロ A40 使ってました。そして今、世界のこのプロリーグの方でも、このアストロ A40 使われてるということで、もうね、それだけ長い間、えー、プロリーグの方で使われてるということは、もう、性能はもう、お約束されてます。コールオブデューティーをね、プレイしてる方は、今までにこのアストロ A40 触れたことがある方が多いと思うんですけど、この、この CDL 仕様の A40 は本当特別モデルなので、まあ、今後、ね ずっと販売してる可能性はかなり低いと思うので、まあ、買うんだったらねこれは本当今しかないと思います気になった方はね是非リンク貼っておくのでチェックしてみてくださいそして今回はこのアストロゲーミングさんのサポートのもと開かれた ラッシュバトルトーナメントパワードバイアストロゲーミングっていうね、えー、COD の大会がありまして、そちらね、ラッシュゲーミング優勝することができたんですけど、えー、そのね、最後の試合を、ちょっと僕、このサーチ、ラッシュのサーチアナリストとして、振り返り解説動画を撮りたいと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。そして今回ね、ちょっと画面をね、結構ちょくちょく止めることがね、あるかもしれません。もう、純粋ね、試合を楽しみたいって方は、えー、過去配信ね、こちらの ってているるのでまあ、まずそちらら、ね、純粋に見てもらった方が楽しめると思います、えー、今回はね、こう、ちょくちょく止めながら解説を入れていこうかなと思ってます。さあ、ラッシュゲーミング vs PNG eSports の、えー、最後、本当にね、ベストオブ5の最後のサーチデストロイですね。で、このマップはね、えー、かなり他のマップと比べてそもそもね、選択肢が少ないです。で、ここまず、 えー、PNG 側としては、まあ、普通に B 攻めになってますね。かなり結構積極的というか4枚掛けになってますね。ラッシュゲーミング側としては8番のね、ゴローが、ね、これセンターを全部見てる感じです。で、こちら5番と6番重なってますけど、2枚体制で横並びになって、え、B サイドを見てます。B から出てくる敵を待ち構えてますね。7番は A の 防衛ですね基本的に攻めからしたら A 攻めっていうのはかなり難しいんですよ突破するのが難しい上にボムもかなり守り寄りリスポン寄りなので、まあ、基本的に B 攻めが多くなります、まあ、キ,ルしたキルした後にまあ A に振ったりとか、まあ、逆に言うと最初に A 側にちょっとアクションしてから B 行くとか、まあ、そういうこともあるんですけど結構ガリソンはねこういう風にポジションに入って あとは結構その場に応じてのキルっていう展開が非常に多くなります。で、PNG としては、えー、4番のルミア選手が L 字と言われる通路まで取れてる状態で、で1番はグリーンの建物、2階の部分も取ってて、えー、結構 B 設置いけそうな形なんですけども、しかしもう20秒ですね。 PNG としては結構時間を使ってしまったかなっていうところ。で、ここのルミア選手のキルすごく良かったですね。味方の援護あって、ルミア選手が詰めてることに対してゴロは気づけなかったので、これはすごくいい詰めでした。なんですが、かなり PNG としては攻め、設置に入るまで時間を使ってしまったので、ここでラッシュゲーミングが このね、先端の上の部分、えー、グリーンって呼んでる建物なんですけど、まあ、いわゆる橋の上ですね。この橋の上を取ることによって、B ボムが見えるんですよね。なので、ここでもう正直、B に設置されていようが、ラッシュゲーミングとしては、もうボムを丸見えでもう見ることができるから、まあボムを確実にやることもできる。 で、これで PNG ももちろんそれに気づいたので、えー、ボムから離れるんですけども、すでに A に行ってる時間はないので、B に行くしかないという状況。さあ、ここで、ちょっとタイムアップになりましたね。まあ、本当、ここは PNG の攻め自体は悪くなかったんですけど、ちょっと時間をかけすぎたかなという状態。いや、本当ね、やっぱ攻めが難しいです、このマップは。 もう海外のその、いわゆる、さっき説明したこの CDL リーグ、そういう CDL リーグって言わしいか、Call of Duty リーグの方では、ガリソンサーチっていうのは、プロではもう全然ピックしないのが現状ですね。さあ、ここラッシュゲーミングとしては、まずはこの橋の上の建物、まあ、グリーンですね。ここの部分を3人で取って、 で、まず A サイドでアクションをしようという形。さあ、ここ一気に3枚で飛び出します。これは PNG もさすがに予想ができなかったんじゃないかなと思います。さあ、ここで一旦ね、ラッシュゲーミングが A でアクションしたことによって、PNG はやっぱりね、A によりますね。それはそうですよね、A でアクションがあったので。まあ、A 攻めじゃないかなということで、何枚か A に、こう、 ね、寄ります。ここなんですよ、このファニー選手はセンターからね、こっそり行ってボンを倒せたっていうのは、これは PNG としてはすごく、えー、大きいチキル。さあ、こっからのね、ラッシュゲーミングの動きは正直遅かったです。正直一回 A に寄らせちゃったんで、すぐセンターに戻って B に行くなりすればよかったんですけど、 ここでモジモジして A に停滞してしまったことによって、えセンターのね、ファニー選手のキルも発生したりとか、最終的には全部、ここでね、キルされてしまいました。ラッシュの初動度は良かったんですけどね、ちょっとその後の動きがかなり遅かったです。まあ、ラッシュゲームはね、現在、すごくこの、ちょっと動きが遅い、判断が遅いっていうところはね、サーチとしては課題部分でもありますね。さあ、攻守交代で、ラッシュの守りですけども、え今回ラッシュは A1 の B3 枚。 b 側の L 字ですね。建物を、この通路3枚で飛び出して、ファーストキルを狙うという作戦かな。で、ここで、早速ね、1キルラッシュ取れました。これも PNG としては、かなり予想外だったと思います。まあ、こういうちょっと思い切った。 守りっていうのは、時折ね、混ぜていくとね、効いたりしますね。なんですけど、これなぜか支流選手が抜かれてしまう。うん、これは、ちょっと良くないですね。ちょっとオーバーチャレンジですね。<laughs> せっかくの人数よりがここで、えー、なくなってしまい、イーブンという状態、三々の状態。さあ、ラッシュゲーミングはかなり広がって守りに入ります。で、PNG としてはいきなりね、最初ラッシュが顔出してきたので、結構警戒してるかな。 だけどここで思い切ってね A サイドにまずアクションをするっていうねここの PNG の判断はまあ早くて良かったと思います、まあ、カバーカバーが入って、えー、削られて 2V2 になってからさらにゴロが1枚削って 1V2 の状態に PNG になります さらにカバーも入っていいカバーですね。1v1 まで持ってきました。まあまあ、アクションしないよりは、何かアクションをして、ね、キルを発生させて、カバーしてっていう状態の方がまだましですね、本当何もアクションせずに時間がね、なくなってしまうっていうのは、攻めとしては本当一番良くない形なので。 ピーエヌジーいいチャレンジだったと思います。しかし時間がね結構もうないので設置をしないといけないというね状態で A を設置し 狙うんですけど、ここでね、えー、6番カレント軍のいいスフラッシュが入りました。フラッシュで A にいることが分かったので、しっかりと1キルして、2、1。2、1、サーチレストネの、まあこの3ラウンドぐらい終わったあたりっていうのは、まあ大体お互い敵の特性だったりとかを掴んできて、ここからちょっとね、攻めとか守り方を変えてくるラウンドになりますね、大体。 さあ、PNG はダクト2枚という形で、まあ、のまあこのダクト2枚っていう形の守り方っていうのはもちろん B に対してはすごく強いんですけど、まあ、シンプルに A サイドが弱くなりますよね。A が A によるのが A 攻めだった場合守りとしては寄るのはすごく遅くなるのでダクトからってなると。まあこことしては、ラッシュゲーミングとしては、なるべく早く敵がダクト2枚っていう守り方っていうことに気づいて、はい、A サイドに アクションかけるっていうのが正解になるんですけどああここいいアクションのかけ方だったんですけどちょっとキルがあっねカバーができなかったまあでもラッシュゲーミングとしては A サイドグリーンを突破して A 付近までは来ましたで2枚 A に寄らせてる状態なのでせっかく取れても そうだな。僕だったら1枚ぐらいはセンターとかに置きますかね。ラッシュ側だったら。今 3, 人3、えー、ラッシュ3人の状態で、ちょっと人数不利なんですけど。まあ、僕だったらセンターとか B ロンとかに置いて、まあ、いわゆるこっちが A でアクションしてるので、ダクトから出てくる人をやりたいから、それ用にセンターに人数を割いておくのが正解だと思うんですけど。こちらラッシュゲーミングが3人 A の状態。で、これね、削られてしまって、 で,で、ダクトの人たちがね、ここから B, B から A に向かってくるので、はい、ラッシュは挟まれてしまう状態ですね。それで1キル取られて。で、1v3 っていうのはかなりも正直厳しい状態って感じですね。初動は良かったんですかね、その後の人数のかけ方っていうのはあまりよろしくなかったかな。で、今回ラッシュはでも、あれですね、グリーンの方に2枚かけようかなという状態。このグリーンの建物を取ることによって、 やっぱりこう、センターの制圧権も上がりますし、何よりそのグリーンから B ボムを確認できるので、やっぱり取っておくと守りとしてはすごく強いんですよね。さあ、ここで、ラリー選手がこのタンクの上に乗ってますけども、ここのタンクの上はセンターを見れるし、このグリーンのね、右からレッドとかが映ってますけど、そちらから来る敵も見れるしっていうポジションになりますね。 さあでもここ、えー、ラッシュはカレントとウィンレッドでダブルピークで、まあ、レッドはスライディングでお取りするような形で後ろからカレントが1キルっていうでこれでファーストブラッド取れました人数有利かなりラッシュ有利ですこの人数有利はぜひ活かしていきたいという状況るさあ PNG 人数フリーの状態なのでここから どこかアクションを人数かけてしたいところなんですが、ここロングがね、えー、ゴローが抜きました。2B4 の状態かなり厳しいです。まあ AR が大体ね、この今8番がいるとこから、センターを全部見てるので、なかなかね、そこを突破する、一人で突破するっていうのは難しいですね。 さあ、PNG 設置に入りました。うんしたね、さあシリウス君、ここのね、下からビームが見えるんですけど、設置者は見えなかったかな、うん、ただ今、ダクトに逃げたっていうことが1人分かったので、ダクト1枚っていうのを確定、そして今、赤点が、君のキ選手がゴロを倒して、赤点が出て、L 字の小部屋にいるということは確認できたので、まず L 字を倒して、あともうダクトくしかいないので、ダクトの入り口を左右で、えー、挟んで終わりですね。 さあ、ラッシュの攻めになりました。<laughs> さあ、PNG は今回ダクトなしの。ダクト1枚かな ?1 枚の形ですね。さあ、ちょっとラッシュのこの形は、ちょっと良くない形でしょう。何をしようとしているのか、選手たちは。さあ、ここで、レッド。 レッドがセンターをちょこちょこクリアリング、ショルダーでクリアリングして、あれセンターが薄いということが確認できたので、B モンまでに、ね、一気に進むんですけど、えー、この後、はい。さあ、レッドがね、この B モンまで来れたんですけど、えー、隣にね、あの、赤いドラム缶があるじゃないですか。これってね、爆発するんですよね。<laughs> なので、えー、かなりここにいる、ちょっと止まるっていうのはかなり危険な状態。 さあ、ちょっとレッドの悪い癖が出てます。もじ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 。さあ、何をするんだ早めにこれはね、正直ダクトに行きたいですね。もう勝負をかけた方がいいと思います。ダトロフィーもそこにあるので、確実にダクトにはいるという状況。はい。これちょっともじもじしたせいで、敵に撃たれてしまいました。えー、しかもその間にダクトで、カレント君がやられてしまって、ダメージを負ったレッドがやられて、さらにカバー入って、結果的には 2v2 ですけど、 まあもっと被害少なくラッシュとしては対処ができたかなという状態です,状態ですねさあ赤点出ました2枚でセンター詰めていってこれに合わずまさかの橋上 さあ、橋上にいるんですけど、この上り動作ね、結構音が聞こえるんですよ、忍者つけてても。このゲーム忍者つけててもスライディングと上り動作っていうのはすごく音がでかいので、かなりね、サーチの 1V1 の時は気をつけた方がいいですね。そうだな、3, 3、の状態なので、ここで1点、1ラウンドにリード取りたいので、僕だったら守りでも攻めでもちょっとね、その、今までのラウンドで掴んだ敵の特性、 からまあ弱点をちょっと考え出してそれをこうつくような作戦を入れていきたいなっていうところなんですけど結構お互いまだ散ってる状態でね硬直が続きますねさあお互いショルダーをして敵の位置情報を掴かもうとしてる状態ここねえルミア君がシリウス君倒しましたけども多分ねこれ伏せて 下から打ったのかなオブジェクトの。ちょっとシリウス君は同じポジションを使いすぎましたね。これはね。バレてましたね。さあ、ラッシュは一旦ね、さっき話したグリーン盾を取って、センターの優位を取ろうかなという状態で、ここでね、レッドはかなり思い切った守りをしましたね。ここで飛び出して、ラリー選手を倒すという、これはかなり大きい1キル。 PNG としては後ろも来てるし、まあ、前も確実にいるので、挟まれてる状態だからかなり焦りがあると思います。ましたさあ、設置完了しましたけど、かなりダッシュとしては囲めてる状態なので、まあ、あとは少しずつ、少しずつ3人で合わせて、センターを潰しにかかれば、多分大丈夫な展開。 さあ、センターはクリアリングし終えたので、あといるとしたらダクトしかないので、ダクトを倒して、え終わりですね。はい、ラッシュゲーミングの攻めです。ここで取れば、かなり有利になります。さあ、先ほどと同じにセンターが薄いというのがね、結構、え分かってるので、えセンター進めるんですけど、ここでなぜかレッドがう、うんちムーブ。うんちムーブ。<laughs> ダクトにいるの分かったのになぜかね、ちょっとね、よくわからない動きをしてしまって、<ー>ファーストブラッド取られてしまいます。で,すね、がで、ここで、ね、ダクトに1枚いるというのを確定しました。さあ、人数不利かなり厳しいです。で、ここで、えー、シリウス選手がダクトの付近にいた敵を抜いたのかなで、さらにゴローも奥にいた敵をね、抜けたので、これは大きいですね。で、設置に入ります。 で、ここでシユウス君がグリーンでやられちゃったんだけど、まあ、これはね、敵がグリーン取りに来るっていう展開はね、結構予測できたので、もっと早くね、しっかり対処したかったなっていうところはありますね。さあ、設置後。まずは、 まあ、五郎とかも下がって、一旦、裏を使ってくるかどうかっていうのを見てます。で、しばらく経って、もう裏来てなかったら、多分結構みんな正面だなってことがわかるので。で、これで、彼とグがまず B でルミア君倒して、あと2 v んですから、めったなミスしなければ大丈夫でしょう。OK ーーです。まあ、今のところ、PNG としては A サイドのアクションもあまり成功してないので、結構やっぱ、

シリーズはまたしても足を見る方、トロフィーですね。ここをまあやっぱりトロフィーを置くので投げ物は効かない状態。さ,さあ。そこ,こいにいるのが見えるか足が見えましたね。打たせたシリウスの位置がわかる。 さあ、どん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 時間が減っていきます。まあ、PNG としてはまあ設置もいけるようなタイミングがあった気がしますけども、ちょっと時間がなくなってきた。さあ、ボムに入ってるのも気づかれてる状態。で、ここでシリウス君がボムを倒します。さあ、もうね、これでもう 4v1 の状態なんですけど。で、ここで、 確実にしっかり取りに行くね。やっぱグリーンを取ることですね。で7番の選手がここで、レッドがね、グリーンを取ったことによって、上からボムを見れるっていうね、展開ですね。で、これで確実に勝利を取れますと。はい、というわけで、今日はね、ラッシュゲーミングのその最後のサーチの試合を解説しましたけども、えーまあ、チームのその作戦やら、このマップのね、 もっと詳しい知識、なんていうのは喋ってないので、えー、まあ、チームのなんての、作戦バレみたいな、考えバレみたいなのは、 ないと思います。というわけで、お疲れ様でした。えーね、プロ対抗戦も始まって、これからどんどんね、ラッシュゲーミングも試合増えていくと思うので、えー、僕はサーチのアナリストとして裏方から、えー、選手をね、サポートしてます。えー、応援の方も、ぜひよろしくお願いします。そして、このね、アストロのヘッドセットもぜひ、チェックしてみてください。というわけで、お疲れ様です。